はい、では録画もスタートしました。本日の大会固定2オンということで、基本的にですね、真ん中台、に、の実況で進めていきたいと思います。さあ最初から相当高台の試合、14台対15段、この組み合わせよくわかんないですが、おっと素晴らしい中段ガードが、強気の続く陣地を構築して、ただビームが重なっているのでちょっとコンボが難しい。アグナガは慎重に近づいてくる 6A からうまいガントレットからですから、低空サイズでしたがつながらず、ここでターンを取り返してワンコンボを入って 6C まで、 6C じゃねえなあれすいません。そこからビットやって端を入れたかったんですが、ガーキャンで封じていく。そこからコバの暴れが通って消費まで、さすがにこれは足りるぞと、いくらなんでも足りるでしょう。まず取ったのは HH さん、さあお互いの微妙な開幕のちょっとした遅らせ具合が絶妙ですね。さあ CC というところで飛び込みからの、まあ、ヒットガード確認しないで多分中断ですね。さあターが打たれている、ビームが保険になっている、うまい、なるほど、画面端を維持していく構えですね。そこからの接地からの置き攻めがきつい。さあラグナが端に吹き飛ばされてコンボしているが、そこからでもインフェルノディバイドが届いてしまう。ロクシオジャンプ、さすがにバスト死にかくなんで、という打ち切っていくノーゲージ、やるしかないぞと中段を当てていく。あ、中段からどこまで減るかというところですね。さあちょっとボディからもつれたところに6ミが入っていく、入って西からちょっと届かない。さあ打ち切っていくが、さすがに間に合わず、一本目取ったのは HH さん、早稲田式なんでお互いプレイヤーが変わります。さあ真ん中台に行きます。真ん中台では次にサトシさんとナギさんですね。さあ真ん中台ではまだちょっとお見合い、さあ B を引っ掛けて C からの透かし投げ、8で触って崩れてしまう、これですね、タオガガの片目がきつすぎて、バリ直あるいは直画がミスって当たってしまうというケースは非常に多いですね。あるいはまあ嫌がって入れっぱしたジャンプ以降に刺さるっていうところもすごい多いですね。展開が早くてここで切れるっていうのは本当に必殺技でキャンセルした点とかになってしまうんですよね。さあ気づけばレンジャー 6C 指導はだいぶまずそうだ。ダメージも上がっていることを考えると、まあおそらく死んだんじゃないですかね。ただデンジャーがここで切れると一体どういう判定になるか分かんない。さあさあちょっと足りなかった、まだ分からないが、リスクの低い技でいじめていく。あ、1本目取ったのはサトシさん、左台では危ないところといったところですが、ノエルを倒して桃井さんの勝ち。さあここで5番が刺さって亀橋、さここでもつれたところで中断、これがね当たってしまうと大変なことになります。だがうまい、 6A できっちり打ち上げて位置を入れ替えての高コンボ、あいるコバからちょっと遅らせの6C、はい勝ちました、もう終わり、右台は終わった、書いてもらってる、ありがとうございます。じゃあ C は続いていきます。もういるでしょうと、小粒さんは来てる、いる、あいた、小粒さん、千葉県さんと団子さん、桃さんお願いします。あここね
真ん中台の実況に戻ります。さあここでも 6A からきっちりコンボ、すいませんちょっと席外します。失礼しました。ちょっとねこの辺が暑いんで、今冷房の温度下げてきました。ちょっとねだいぶ熱気に包まれてるんでね。で真ん中台は意外と分からなくなっている。だがワンコも取ってターン取り返したのはサトシさん。まあね、猫飛びから攻めを継続ですが、ジャンシーが擦られて、さあ陣地を真ん中に返される。ここで着信にしっかり 2B ですが、なんかもつれた感じ。コマン指導でとりあえずワンコも、あ、画面端の大きい攻めリスクケアしてますが、ジャンディが当たってしまって、ちょっとよろけ回復が間に合わなかった。これはさあリバーサーを回避していましたが、途中からの割り込みヘキサーが当たる。ジャンビーが刺さって、さあ画面端に持っていくが、ジャンディバーキャンじゃない。ここの最後の上前提を通す、いい度胸ですね本当。さあジャンシーからジャンシーが引っかかって勝ったのは凪さん。ということは、真ん中台は最後ですね、HH さん対凪さんになります。お願いします。じゃあじゃんけんお願いします。アトラシアンってないですよ一斉先出しです。改めて、ルール説明ですね、後出し先出しはないです。一斉に先方を出し合っていきます。じゃんけんの勝敗で決まるのはコンパネだけです。 1P 側 2P 側だけになってます。しかも実況席側が 2P 側になってますので、よろしくお願いします。真ん中台では意外とまだあんま試合が進んでない感じですね。結構時間経ってたんですけど、ゆっくりと試合を進めていく。さあかなり危ないところでしたが、 3C にガトーしていたので助かる。さあ 5C、3C と立ち回りの氷ターンを狙っていきますね。じゃあ西が入る、ピットが少し邪魔だった。ここでもフォロー、トツカトツカと、こうトツカがねされるとやっぱどのキャラもきついですからね。それを止めるノエルがね、ノエルの足相当速いんですけれども、まあ安易には近づけない。さあ相当高いかも入る、 2B が刺さる。さあここはバーストも吐けないですね。あれだけ遠いとちょっとギリギリ当たんないぐらいですよね。さあジャンニシですが、綺麗に後ろに下げてかわして差し返すところだったんですが、ちょっと逃げられてしまう。押しが入って、だが戸塚が怖い、難しいところですね。そのおっとうまい、ジャンニシーに対して 6K を合わせて端で交換場。しっかり入れて置き攻めの 6B、 さあこれは高い、 6B がね遅い代わりに非常に高いです。さあコパーバレから 6B 入れ込みですかね、かなり大胆な選択肢。さあ崖で返すがカウンターではない、返されて、だがちょっとつながらず、とりあえずブルームまで打ち込んでいく。さあ強いぞノエル、ジャンシー、やはりノエルのジャンシー半端ではない、まあ、完全にね銃で爆発してる点は暗い判定ないでしょうからね。
まあ、玉属性になっている分というところですかね。その代わり、まあ、玉属性に対して耐性があるわけには若干という感じなんですけど、まあ、ジャンシーがやられることはあんまないですかね。さあ 6B が刺さる、バーストを吐かせていく。さすがに 6B からのリターンはちょっと見過ごせないというところですよね。さあ 2D から肩が開いて、ジャンシー、ここは HA さんが、さあジャンシーが入る。ここからが高いんですよね、このキャラ。画面端持ってって B も絡めて置き攻めも万全という感じですが、凪さんが防いでいく。しかし立ち合いが引っかかって、そこからワンコンボ、画面バウンドして、さあ幅屋で、おっとうまい、そこからうまく切り返していく。ここはマズルでワンコンボ、非常に高い。ここからの置き攻め、投げを外す。さあジャン A が引っかかる。これは倒しきる。勝ったのはナギさん、ランベルさんチーム。最後もジャン A からきっちりコンボでしたね。じゃあ俺らですか、俺ら、ではちょっと自分は試合ですので、どなたかもし進行できる方、あーでいないか、モエルさんとか、オッケーですね。こっちもオッケー。あ、じゃあもう座ってください。先方の方座ってください。お願いします。なんか思ったより早く終わりそうではある、意外と。さあ真ん中台、動画台だけ中心にやっていきましょう。さあ町田ではそんなに珍しくない、山根東キャラ戦レッドに 6A 合わせて 6C2B にバースト、 2C ファンダヒット、これは 3C ハリケーンが当たらないが、さあジャンビーすり勝ってるのはファンファーさん、ジャンビー 8B ライフが当たらない、6A ダイブ素晴らしい、 6C 後ろに持ってきてって感じ。あー、ハリケーンが出なかったんですね、あれハリキャンが出なくて、まあ残念っていう、よくあるやつなんです。さあライブ吹っ飛ばしてからハリケーン、さすがに重ならないが、ハリケーンちょっとゲージを貯める、タジビー。さあ同キャラ戦でもやはり強いジャンビー、さあ危ないところはジャンビー触りに行って、お互い五分状況、ゲージも五分、体力ゲージも五分、パスがないか若干。さあタジビー、ジャンビー傘当たりから拾いていたが6者届かない、体力若干有利はコシアンパンさん。さあしかしめくりジャニビーからコンボができない、あまれ特有の、あまれ特有のあれあれっていう、あーうまい、でもここからこのスキルは難しいですよ、あーやっぱり楽しいライブでよかったんですけどね、難しいです。さあジャンプ 4B から 6C に対してジャンビー、さあバスがギリギリ溜まって、バスは青春が総裁して、あー最後はジャンシー 6A 出ていたんですが、さすがに負けてしまう、無敵が切れていたか、もしくは無敵が出る前に勝ったか。一本取ったな、ファンファンさん Z 手だ、ジャンビジャンビジャンエンから3人いって 3C Z を2B が当たるが追撃はできない、あれは下にあるのがジャンプ 4C、 下に長いのジャン 4C ですね、ジャンプ 4C、 なるほど。どうじゃんか、伊藤星さんが勝った、勝ったってことは、どうしようかな、これはまあこっちからじゃあ、まあ、時間かかんないと思うんでね、確かに。じゃあ桃くん、桃くん団子チーム、桃くんと団子チーム、対するは、ザラさんと木上さんとこ、団子し、団子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 、え、じゃあもうシングルで出るしかないな、もうシングルで出るしかないな。さあ真ん中台勝ったな、あ、まだ取り返す、そうか、負けてたのか、違ったそう、ちょ、じゃあ南国くん、南国くん、じゃんけんだけ、じゃんけんだけ、入った?じゃあじゃんけんでね、ハイスクってのもうシングル出るしかねえな、なんすかそのしつこい一生
個人的な恨みがね、だいぶね、アイス打ってるからしょうがないね。さっきどうだったんすか、そういう普通に負けました。普通に2人とも何も言い訳できない、何も言い訳できない。さあ試合は動けたくワンタイトしない、追撃できないが、まあ合成からアピアしてゲージを伸ばして6シー重ねて、これは厳しい。マソン激に当たる、ゲージは開かない、とりあえずダメージだけ欲しい。アリケン当たらない、ジャミ戻してジャンプ2ミ踏んで、とりあえず Z で逃げる。ガジマに戻してジャンプ2先端、まだ生きている。激連、やはり激連怖い、お見合い状態のガジマだって。ライブ、これはロシーが当たらない。あー最後はジャンシー引っかかって勝ったのはファーマーさん。早稲田式なんで、勝っても負けても交代ということでございます。話ね、まあでも狭間の方が多分強い言いたかないけどね、うーわかんないけど、いや、ゆうてさん申し訳ない、対戦前ね。さあ真ん中戦、大将戦はまさしさんのバルゲンハインと、流星さんの狭間。さあジャイアン中段、さあ飛ばさいていくが、ジャンビ下段ガード、中段もガード、あーしかし深い下段、これ崩れてしまうと、まあ鴻上ゲージが半分ぐらい回収と。さあ今度も下段、あの下段長いんでね、だいぶ狼が離れて2キャラ分くらい離れてもシード届きます。さあちょっとミスったか、まあ、こんだけ体力リード作れれば同じ狼が競り勝って、ロクビー立ち見にしか当たらない。5番、さあワンチャンあるのか、これで左台も決着ですね。勝ったのが、そうですね、竹の子さんのチームになります。じゃあ次がね、ナタキシ白麺銀ラグナチーム、ナタキシさん、銀さん、あ、いますね、いますね。稲城山根、潜水プラチナ、稲城山根、潜水プラチナのチーム、2人ともいます。あ、2人ともいます、大丈夫ですかね。じゃあもう、あ、じゃあナタキシさんと潜水さんじゃんけん、ナタキシさんと潜水さんじゃんけん、はい、1P 側が向こうで 2P 側がこっちですね。 2P 側は選手です。じゃあ先方は決まったら合図してください、こっちに合図してください。先方はで決まって座ったら、あの、変えないでくださいね、お願いします。変えたりはなしで、あ、決まりました、こっち決まったみたいです。そっち大丈夫ですか。あ、大丈夫です。じゃあお願いします。さあ最初にバルゲンの画面端これはオーバードライブがあるので、もう一回三振、失恋ゴルフ、これ途中でロック外れないかな、外れない。これだと多分バルゲンしか激怒法だと思いますねしかも今のなんか知らんけどあれになってなかった通常は本当にちょっと待たせて申し訳ないです。あれここはあのちょっと南さん、掃除さんが乗り合い中だったんで飛ばしてます。なるほど、南さん、掃除さんはあのもうちょいだと思うんで、あともうちょっとで、あ、もういますね、お待ちいただいてますね、ありがとうございます。南さん、掃除さんと青星さん、モケモケさんがもうちょいで試合です、お願いします。今の真ん中の試合が最後の試合です。ジャンシーカウンター行くと刺激できない、バルケン暴れ勝って始まり、ジャンシーが速くて長くて強い。さあちょっとミスった、ワンチャンスあるのか、タシー 6C ハリケーン、タシーハリケーン後ろ、 6C は 6D 渡る、続き通してタチリ、さあ分からなくなってきた、タチリ削り取る 6D、 あー最後は突進、これが強い、詰まるところこの技、通常ヒットでも追撃可能。さあ1本目選手したのはマザさん、タシー当たる、ミジタシーじゃねえ、ジャンシーか、あーオカミ早い、ジャンシー大きい攻め、オカミ状態からコパンからのヒンメル、マメアジャと拾えます、ノーゲージでコントリヒット、上横上下からオカミ状態で大きい攻め、下段からの中段、たまらず飛ばそう、ロクシーが当たる、これは珍しい、ウェイタルだがなかなか難しい、めったにないシチュエーションのね、カウンターヒットを実戦で拾うっていうのがなかなか難しい。さあ当たった、あー王冠 B からのヒンメルだったんですけどね、
勝ったのは、どこだ、まさしさんのチームで真ん中だから B の方ですね。あ、これか。 B のファンファンさん、流星さんと記念さんか A、B さんと。私はレイケル様に使え、じゃあ、南さんのチーム、南さんのチーム、ね、南さんいますね、南さん、掃除さんいますと、青星さん、モケモケさん、青星さん、モケモケさん、青星さん、モケモケさんいる。後ろの、白いシャツの人とじゃんけんしてください。